こんにちは、まあ、わがままに生きると、まあ、まさにね、わがまま、自分のままに生きるってことですけども、まあ、これは周りの人の、まあ、動きとか気持ちとかを無視していけってわけじゃなくて、なんかそれが許される環境を少しずつ構築しないとやっぱダメなんでしょうね。だから本当に自分勝手なことをやると、そのコミュニティからいられなくなるし、まあ、一人で生きていけないのに孤独は大丈夫とかね、強がっちゃうと、これまた無理きますんでね。やっぱまずはいろんな方に協力してもらうことと、自分が自由に生きたかったら、その自由を周りの人がね、支えてくれて認めてくれて許してくれるような環境いるんじゃないかなと思いますよね。だからただ単に自分勝手に生きばいいってもんではなくて、地盤を作っていくってことが必要かなと思うんですよ。そういう意味で周りの人のためになることをと、それから自分が自分のままに、我がままに生きることっていうのは、まあ表裏一体なんですかね。どっちかではやっていけないということなんじゃないでしょうか。いってらっしゃい。